こんにちは。フェスまであと1週間ということになりました。フェスで売る商品というのを、最近はいろいろ動画にさせていただいているんですけども、はい、今回はですね、まあ、ちょっとずらっと見ていただくように、うちは基本的に教室やってまして、はい、教室の生徒さんができるような、まあ、心拍の素材っていうのをいつも多く入れてます。例えばこういうようなちょっとギリギリに曲がった心拍だとか、はい、あとは結構いいような挿し木から作ったような、うんうん、模様着になりやすそうな心拍だとか、いろんな種類の心拍を置いております。で、今回のフェスでもですね、そういうような心拍を中心に物っていうのは揃えてるんですけど、今回は少しだけちょっと年数のかかった、はい、心拍を作ってみて、それを実際にフェスで販売したいなというふうに思っております。こちらがですね、実際に販売するような心拍になります。うん、波長はですね、おそらく機種になると思います。糸魚川じゃないんですけど、うん、逆に葉っぱが詰まって綺麗に作れますので、非常にこじんまりとしていい木だと思います。はいはい、で、年数なんですけど、これ実際言うと、岡山の方から、来た木なんですけど、挿し木で40年ぐらいかかってるっていうふうに挿し木なんだ、はい、聞いてます。一人のおじいちゃんがずっと作ってたみたいなんですけど、肌見てもこれシャリとか、うん、この古さがだいぶ来てるので、どれもいい素材ですよね。これとか、この辺とかもね、だいぶ、ね、はい、芸がちゃんとね、そうついてるので、ね、実際に今回はこういう素材をちょっと1個作ってみようかなというふうに思っております。はい、これも販売してる、はい。これも販売しますし、実際僕が作ったやつも販売します。なるほど、はい。はい。っていう感じでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日これを作るんですか。はい、はい、ちょっとお知らせということで、はい、以前の動画でですね、ちょっとちらっとお伝えしましたけども、うん、今年のフェスに向けてですね、グッズを1個作りました。はい、で、1個をごめんなさい、2個作ったんだ。1個は T シャツ。それデザインはあるんですか。デザインはある。載せれる。私持ってないけど大丈夫。はい、こういうデザインの、はい、モチーフはもうこれなんですよ。あ、それもそれなんです。で、もう一個ワッペンですね。前の動画でお伝えしましたけど、言ってたやつですね。これが実物の、はい、かわいいですね。実際にこの木をイメージして、うん、ちょっとデフォルメしてデザインを作って、はい、作りました。東寺園大宮盆栽新数って書いてますね。新数何年ですか。31年、1931年から続いております。はい、ということで、実際にこれフェスから販売したいと思います。はい、はい、裏に糊が貼ってありますので、はい、アイロンでこういうところにベタってつけられますし、うん、まあ、キャップとかにもつけられます。あとは一個いいなと思うのは、ゆうさんの道具入れと相性が抜群だなと思います。可愛いですね。可愛いですよね。うん、別他の種類のやつもう一個つけてもいいぐらいですね。確かに。だからこれが好評だったら違うバージョンも作っていこうかなと思いますし、まあ、丸じゃない形とかもできればいいのかなと思ってます。なんか年に1回作っていけば集める楽しさもあるかも。確かに、コレクターズみたいな、コレクティブアイテムですね。はい、っていう感じなので、ぜひ数量も限定なので、ね、はい、お買い物1500円で、はい、はい、というお知らせでした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、今回はですね、この心拍でやろうと思います。思います。はい、ざっと木を見ていきますと、ここからシャリがぐーっと上に入っております。はい、で、水水があって、しっかり粘点してるような木ですね。うん、なので、作りがいがあるのかなというふうな印象で、しっかりより今の印象力がコンパクトにしてあげると、はい、締まったいい木になってくると思うので、今回は結構締めて模様着っぽく作ってあげようかなというふうに思っております。この木のいいとこはですね、まずこのシャリですね。幅でいうとここが一番太く見えるかなと思うので、反対側が正面でもいいんですけど、どちらかというと少し細く見えるかな。なんで、まあ今回は ここ
ここが正面かなと、ちょっと斜めなんですけど、ここら辺正面変えるんですね。はい、でやっていこうかなと思います、うん、全体的にそうですね、葉の量が多いので、うん、枝をだいぶ落として、作ってあげようかなと思います。でこの木のいいところはですね、上の葉っぱが詰まってるってことですね、間延びしないでだいぶ枝が短いってことです。そうそうそう、なんで短いかっていうと、僕の推測なんですけど、はい、この木がうちに来た当初ですね、だいぶですね、まあ詰まってはいたんですけど、継ぎっぱになってるのも多かったんですよ。で、ところどころ生えてるとこ生えてないとこの差がすごくて、あれ調子悪いのかなとか思ったんですけど、僕の勝手な推測ですけど、この前の持ってた方は年に1回か2回は多分ね、ハサミでバリカン替えしてたんじゃないかな。なので、普通の芽摘みだとどん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 、まあ、摘むけども伸びるから、はいはい、葉っぱが長くなるんですけど、うん、1年に1回ぐらいは多分リセットをかけてたんじゃないかな。短くなっていて、軸も短いのかなっていうのは想像です。図書みたいなね、まあそうですね、イメージですかね。そうそうそう、だから単純に言うと葉っぱを切ったところって、まあ、いつも言うように茶色くなって枯れたようになるんですけど、うん、その下の方からどん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 若い短いのが出てくるんで、縮まってるっていうような推測です。推測です、はい、じゃあ早速やっていきましょう、はい、ここを正面としたいので、これを差し枝にします、うん、一番の利き枝ですね、はい、なのでこれが流れの元になる枝になります。その上に、太いのが生えてまして、このピヨッと上に出た枝、はいはい、これはいらないんじゃないかなと思います。うん、上に伸びていて、差し枝よりもちょっと長くなってしまいます、なってますし、はい、下に下げたところで、まあ、行き場所はないかなという感じなので、うん、これは切ります、うん、まあ若干の陣にしてあげてもいいかもしれないですね、はい、今の時期なのでまだシャリは、シャリが陣は抜きやすいです。今、はい、陣ができました。できました。で今度逆の枝ですね、はい、これ枝抜く理由としては、はい、幹が見えないからっていうのも結構あるのかな。もうそうだし、あとは単純針金掛けをやりやすくするっていうのがっていうこと、はい、上の方結構ごちゃごちゃっとしてるけど、でも実際言うとね、そこまで嫌な枝ってないんですよ。じゃないんだ、うん、そういうのってどうやったら分かるんですかね、初心者の人は。こう、そうなんですよね、木を選ぶときに頭の中で針金掛けしてます。してますね。この枝はここでって、はい、正面はここでから始まってね、はい、そういうのが買うポイントですかね。基本的な話をすると大体の小白類は枝は下げます。下げたところに枝があったら、うん、どっちかはいらないと思った方がいいですね。あ、分かりやすい。例えばその枝のどっちかが太かったり、うん、上が太かったりするのと、太い方を生かすみたいな感じのが僕は多いかな。要は一番下から決めていくので、はい、そこが流れの元になる、うん、それよりも太いんだったら、上が太いってあんまりありえないかなと思っちゃいますね。あんまりね、そうそうそう、少ないですね。だったら上の、太いのを生かして下の細いのを切る、もしくは逆でもいいです、うん、その一番下のやつが一番太くなればいいので、うんうん、太いのを切ってもっと細いやつで作っていくと、はい、なかなかでもね、説明が難しいですよね。やっぱ頭の中でこう作ってるんですよね結局。まあそうですね。そんな感じで調光しながら皆さんね、たくさんある木を選んでいただければと。あとはでも聞いてもらった方がいいですね。ああ、おすすめというか、おすすめで、なかなかねお一人お一人その時間を長く取って、うん、接客っていつもフェスだとできないのが申し訳ないんですけど、空いてれば聞いていただければ。そうですね、はい、まあ、言うても教室の生徒もいるから聞ける人 5,6 人はいると思うんで、うん、全然はい、聞いていただいた方がいい気は手に入ると思います、うん、自分で吟味してね選ぶのでもいいんですけど、うん、だいぶ暑いですので、はい、聞いてしっかり早く決めるっていうのもいいかもしれないですね。自分で選んだ時にどういう風にまずやりたいですかって聞く場合もあります僕は、うんうんうん、どういう木の大きさにしたいですかとか、なるほど、要は大きくしたい人とそのまま小さく維持したい人とまた違うと思うので、うん、その辺はね最初に言ってもらった方が僕らも教えやすいかもしれない、ね、ね、この枝枝をですね、もう少し綺麗に針金をかけたい。例えば今ここで言うと、ここですね、はい、これとこれの関係がちょっとクロスしてるわけですね。
ちょっと分かりにくいけど上下にね、はいはい、なのでこういうのも綺麗にこういう風にしたい、ああ戻したいと、そうそうそう、その中でいらないやつがあったら少し間引いてるっていうような状況かな、うん、恥ずかし的なこともやってますか、恥ずかし的なことですね、うん、あとはこういうのとか、ここの枝に対して、はい、これが短く太穂が出た葉っぱです、はい、これは後々重宝するんですよね、うん、短くしようとした時に立て替えができるという、枝を立て替えると、そうそうそう、ただこの葉っぱに関してはひょろひょろっと長くなってしまってる葉っぱですけど、うん、これを使う必要はないのかなと、うん、今のこの状態だともう先まで葉っぱがなくなっちゃってる状態なので、うんうんうん、全然こっちの方が優秀なのでこっちに養分を生かした方がいいですし、これをタグって使うっていうのはあんまり必要ないのかな、だったらこれで十分じゃないですか、うん、なのでこういうのをどんどん取っていくっていうような作業ですけどね、はい、こういうのとか、うんうん、もしあれだったらここで取ってもいいかもしれないし、あ、ちょっと残しておく、ちょっとこのちょっとピョって出てるところあれですね、はいはい、ここで止めとけばここからまた伸びてくるんですけど、うん、まあ、あれだったらもう取っちゃってもいいですし、どちらも針金をかけやすくして、はい、なるべくコンパクトにしたいので、針金を、あ、恥ずかしい、大体終わりました、で針金かけをやっていこうと思います、はい、この下の枝からやっていきます、端枝から、はい、どうですか、今裏枝ができました、はい、うん、端枝と裏枝、はい、で今度逆の枝かけていくって感じですかね、うん、全体的に下げるっていうイメージですね、そうですね、はい、今や状態だと頭がちょっと大きいですね、差し枝がちょっとあの、はい、はかずと比べて、うん、ここは減らす感じで、そうですね、まあ全体その下げていけば頭はちっちゃくなるので、あ、今全部上に上がってるから大きい、あ、なるほど、作り途中は絶対頭大きく見えるはずなんですよ、それが両サイドの枝がこう下がってくるから頭がちっちゃく見えてくるんで、はい、じゃあその姿をお楽しみにと、はい、すいません、最初ね、偉そうに、針金をどうかけるかみたいな、はい、想像しながら枝を抜くみたいな話したんですけど、うんうん、ちょっと見ていたんですけど、実際ここがシャリだったんですよ、はいはい、水水じゃなくてシャリだったんですね、それは裏だった部分、そう、こっち正面にしようかなと思ってたんですけど、この幅よりかはこっちの動きを見せた方がなんか面白そうかなと思いまして、もともとの表見せてください、こっちの方が圧倒的にシャリ感は強いんですよ、もともとの表、そう、シャリ感は強いんだけど水水の動きが単調かなと思って、まあ、単調ではないと思うけど、でもなんかただのぐるっぐるって感じ、うん、それよかはこっちの方がなんだろう、まあ、キュッと入ってこっちの水とこっちの返ったこのグッっていう厳しさ、はいはい、そうそうそう、うん、がいいなと思って、ちょっとこっちでもう一回作り直しかな、作り直し、作り直しというか正面変更っていうか、はい、差し枝が後ろから出てる形になっちゃうかな、そうですね、まあ心拍なので、うん、その辺はしょうがない、あのしょうがないというか、それで対応は可能かなと思って、なるほど、正面変更っていう形になっちゃって申し訳ないんですけど、こっちでちょっと作っていこうと思います、はい、今ちょっとこっち正面で作ってたので棚とか綺麗になってますけど、うん、こっちに向けたような状態に今後作っていきます、はい、今ここに正面に枝が太くあるんですけど、うん、はい、ここら辺はこの上に枝があるんですね、1個短い、うん、これでも十分かなと思うんで、はい、切っちゃおうかなと思う、おこれを使うって能力よりかはこっちの差し枝を使った方がいいかなと思ったので、はい、おお、うん、この方が動きがしっかり出てくる、
動きが出たかな。動きが出たか。はい。この枝を前に持ってこないといけなくなっちゃったので。そうですね。ここに、虫刺されには欠陥。だいぶ変わってきました。はい、はい、できました。できました。チンパクの針金掛け、はい、ということで、ちょっと暗くなってしまいましたけど、暗くなってきましたね、はい、照明を変更いたしました、はい、でここの水水の動きと、うん、シャリの動きが見えるこちら側にしました、はい、ポイントとしましては、まあ、しっかり枝を下げて作ってあげた、うん、で種を作ってあげたっていうのと、ここの返した部分ですね、返してある部分、はい、ここも見せるようにしました。そこがいいですよね。なのでぐっと左に流れている様子が出たんじゃないかなと思っております、はい、やっぱりどっちに流れを作るかっていうので、やっぱりこの木の個性っていうのは出てくるので、うーん、やっぱこっちに流すんであればこういうところもより見せてあげる、そういうのがいいのかなというふうに思います、はい、こっちだと全然見えないので、うん、ああそこのね曲が見えないし、ね、しっかり見せてあげられるこっちっていうのはやっぱりよりね見せてあげないといけないのかなと思います、うん、まあこんな感じで針金をかけてあげると良くなる木が多いので、はい、うん、ぜひ、東神フェス遊びに来ていただけたら、いろいろ吟味して、どうしてみようかなみたいな考えてご購入検討いただけるとありがたいと思います。だから素材を持ってきて、はい、どういうふうに作りますかみたいな、そうですね、ハンターさんならどう作りますかって相談するのもしてもらえれば答えられるのかなと思いますし、はい、あとは人によってもまたね作り方って違ってきますので、うん、まあ、先生とかあとは昼間さんとかに聞いてみても面白いかなと思いますし、それぞれ三者三様の答えがありますので、はい、その中で咀嚼して自分の中で作ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、この木も販売、この木も販売します、すると、はい、いうことで、ちょっと値段はいい値段しますけど、ちょっと高そう、はい、持ってればいい木なので、そうですね、あとは飾りでも使えるんじゃないですかね、このぐらいの木だと、うん、ぜひ東神フェス9月の14、15、16ぜひ遊びに来てください。はい、お知らせもう一個、はい、あります。はい、はい、ニーザにあります宇宙飯店さんが14日初日ですね、はい、土曜日に出店というか何ですかね、フードを準備していただけるということで、ささやきおかめいる？フードも、はい、用意していただくということなので、まあ、より中華料理屋さん？中華料理屋さんですね。いいですね。はい、なので今の情報だと結構冷たい系とかフェスらしい暑さの中でも楽しめるような、ご料理を考えていただいているので、はい、ぜひそちらも楽しみにして来ていただけたらなというふうに思います。だからビールもあるからおつまみ的なものもご用意してくれるみたいな、うん、そうですね。なので、はい、一日そう楽しみにしていただけると、そうですね、はい、結構長いできちゃうかもしれない、はいはい、であとは、2日目3日目に関しては僕と昼間さん、うん、公開収録ですね。ちょっと何やるかまだ決まってないですけど、はい、をやってですね、来てない人でも楽しめるような工夫はしたいなというふうに思ってます、はい、あとはせっかくねこの撮影風景みたいのは、当日 見守られながらの撮影になると思うんですけど、うんうん、でも楽しみにしていただけたらなと思いますね。僕のドギマギしたの、はい、直接見れるのでっていう感じです、はい、ちょっと例年好評いただいてますけども、今年もコンテンツを増やして、皆様に楽しんでいただけるよう努力いたします、ぜひ東神フェスお待ちしております。じゃあこの動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.
ありがとうございました。ありがとうございました。